天才、バカボン天才、バカボン、天才、バカボンは、赤塚不二雄の漫画、天才、バカボンを原作とした、テレビアニメ。天才、バカボンのアニメ化作品の一作目である。読売テレビ、東京ムービー制作。全40回、全79話。本作は、後年のアニメ作品との区別のため、無印と表現されることもある。 およそ3年半に及ぶ長期の人気に支えられた巨人の星の後番組として同じ東京ムービーで制作された。1959年10月スタートのトンマ天狗以来続いた土曜19時19時30分枠の読売テレビ制作大塚製薬一社提供番組としては最後の作品となった。原作では登場人物の死亡、殺害描写、残酷描写や 暴力的表現も数多く見られたが、アニメ化に際しては大幅に書き換えられている。キャラクターデザインや人物造形については原作をほぼ踏襲しているが、本館さんのみ、本作品用に描き改められ、一つだけだった花の穴が普通に二つついており、さらに目玉が繋がっていない。また、乱射しながら手足をバタつかせる特徴的な走り方は、本作では行わない。 さらに後日の植木屋設定により植木屋衣装のバカボンのパパが加えられた。作品のテーマも原作と大きく異なっている。原作ではバカボンのパパをはじめ登場人物がおかしな行動をとることで一般常識や漫画作品としてのルールすら揺さぶり、ストーリーや設定の破綻すらお構いなしのナンセンスな世界を展開するのが狙いであるのに対し、本作品では バカボンのパパたちの一見おかしな行動は無垢な心の現れであり、彼らの偽りない真心が結果として問題を解決へ導いたり、周囲の人々に幸せを招くという赤塚作品では猛烈あたろうのような人情劇やホームコメディを彷彿とさせる世界観に改変された。これは全国アンケート 子供に見せたくない番組を実施していた日本 PTA 全国協議会から番組内容にクレームが寄せられたことが影響している。また番組スポンサーの大塚製薬からは働かないで生活してるというのはおかしい。設定上の職業ではなくパパが働いてるシーンを映像で見せてほしいとの要望が出され苦肉の策として番組中盤より パパを定食に就かせるという本作独自の設定が生まれ原作にない植木やシーンが多数盛り込まれた。しかしこれらの内容改編はパパは無職でないといけないとしている原作者赤塚を大いに失望させることとなった。この他にもバカボンの学校生活が原作より多くなり担任のボンデン先生、ガールフレンドの桜、ガキ大将の中村、生といった 原作にないオリジナルレギュラーキャラが加わった。またママが激怒すると落雷場面がカットインする演出があった。このようなオリジナル設定は自作の元祖天才バカボンでは全て廃止された。スポットや自習予告での最後の決め台詞はパパの来週の天才バカボンを見よ。見ない奴は死刑なのだ。というものだった。なお予告のセリフには 歴代では唯一次回放送作品のサブタイトルがなかった。なおセリフの中には差別用語が含まれているのがあり、かつてはそのまま再放送されていたが、現在は無音になることがある。ちなみに、天才、バカボンのアニメ化き画自体は本作以前にもあり、やはり日本テレビ系列で放映される予定で、パイロットフィルムも制作されたが、何らかの事情でお蔵入りとなった。 このことに関しては、天才バカボンパイロットフィルムを参照。まず前番組、巨人の星最終回で、エンディング直後に、星ヒューマらメインキャラが集まり、ヒューマがお別れのご挨拶をした後、画面にバカボン一家が現れ、ヒューマがバカボンのパパと握手しながら、バカボンくん、僕に代わって、来週からよろしく頼みますよ。と述べてから、 パパのナレーションで本作の新番組予告編が始まった。また、第20回、運動会はパパに任せろの劇中では、その、巨人の星の主題歌、ゆけゆけヒューマが使用されている。制作スタッフやスポンサーが同一であることで可能になったお遊びである。なお、バカボーンキャラクターのアニメ初登場は、第一作の前年1970年。 猛烈は太郎第48話で、時代劇エピソード、男でござる東海道その1、その2の冒頭、江戸時代の町民役として、パパとバカボーンが描かれている。その後同作の第74話、飛行機泥棒にアロメその1、その2ではパパが、空港の整備士役で出演している。なお、この時の声優は、心のボス役の柳上ジ,ジが務めた。またこの年、 フジテレビ系列で放送されたバラエティ番組、祭りだ、バッショイ、の1コーナーで、毎回当時のヒット歌謡曲を1曲取り上げ、独自解釈のオリジナルアニメーションを制作し、現在でいうプロモーションビデオ風な映像に仕立てる、お楽しみ、アニメ劇場でも、止まらない記者でのオリジナル作品中に、パパが登場している。オープニングアニメーションの冒頭に登場するのは、レレレ,レのおじさんである。 その後はパパ及びバカボン一家のみが登場する。エンディングはアニメーションではなく、都名が使用されている。バカボンの歌、バカボンのパパ全作品とも原則としては1回で2話、放送。全40回、79話。原作漫画がマガジンからサンデーに移籍後、同志に掲載されたエピソードもいくつかアニメ化されている。サブタイトルクレジット部は画面上にサブタイトル。 右下に脚本とコンテのクレジットで構成。そして画面左下からパパが顔を出して読み上げる。なおパパの表情は笑顔としかめっ面の2パターンがあるが順番は毎回異なる。東方チャンピオン祭り内のプログラムとして上映されている。以前はバップから VHS と LD が発売されていた。レンカ版 DVD ボックスはハピネットピクチャーズより発売。 HD リマスター版はキングレコードより発売。前巻とも本放送中に赤塚不二雄が書き下ろしたイラストをパッケージ用に転用している。ありがとうございます。